皆さん、おはようございます。今から2年ほど前に、ここ南カリフォルニアから思い切って日本帰られて、ふるさとのために頑張るっておっしゃって、市会議員の選挙出ましたら、見事に当選されました。今日はですね、その方、清水好さんをインタビューしたいと思います。あれから2年が経ちましたけれども、いかがだったんだろうって思います。清水さん、Nice to see you again。Nice to meet you. いかがですか？もう当選されて2年も経ちまして、いろいろ新しいもの、珍しいこと、経験したことない、遭遇している毎日だと思うんですけれども、まっと一言で言いにくいかもしれませんけれども、ご感想をお聞かせ願いませんでしょうか。まあですね、実は2年まだなってないんですが、1年10ヶ月ですね。で、やっとです、やっとというかね、ちょうど1年目ぐらいに、市政というのがちょっと分かり出してきて、今、やっと分かったので、これから行動するという状態です。自分の得意な分野を開拓していこうかなと、すべてがすべてやれるわけではないので、私はずっと37年、旅行業界ですね、におりました。だから観光産業ですね。この大田市の観光産業について、去年の暮れぐらいから、少しずつ、いろいろ、アイデア等を言ってきてますね。あ、そうですか。清水さんが帰られて当選されるまで、まあ、変な話やけど、大田市の市会議会って言ったら申し訳ないけど、観光のことをあんまり力入れてなかったんですか？実は、私どものこの大田市、島根県大田市というところは、3万2千の、自治体としては中ぐらいの広さのところなんですが、ここにですね、まず世界遺産があります。それと、あとですね、国立公園もあります。ほう。で、海もあるし、大きな山ですね、国立公園三瓶山という山もあります。世界遺産ができた石見銀山という、地殻変動が起きて山、これ大江高山という山が、これがこの辺で大きな山が2つあるんですね。で、海あり山ありで非常に素晴らしいところなんです。それで実はその歴史もあるんですね。世界遺産、石見銀山ということで歴史もあります。その前の北野の命とかですね、石見神楽に象徴されます、大和の大蛇ですね。これ皆さん、出雲と言っておられますが、出雲では大和の大蛇という神楽は舞っておりません。有名ですけ我ど々、ね。石見地区しか舞っておりません。ですのでね、歴史もすごく深いですね。そうですか。先ほど海にも面しているとおっしゃいましたけれども、確か日本海側ですよね。当たり前ですけれども、寒いんでしょうね、冬場になると。冬場になるとやはりね、日本海は波が高くて、漁師も出るのが非常に難しいんですが、あ、そう。実はね、冬はですね、日本海がもう動かないので、もう冷たいんですが、春を過ぎるとね、対馬海流が、あったかい暖流が流れてきまして、それがちょうど暖流と寒流、というか、日本海の冷たい水とか重なり合うのが、我々島根県大田市のちょうど真ん中になるんですが、大田市の沖でですね、プランクトンがすごく発生しますので、漁港でもあるんですよ。豊富な漁港です。ですので、アナゴの、生産量がですね、日本全国の、35%って言ってましたかね。ですんで、日本一なんですね。なんか美味しいですね。どうですかね、ちょっとあっさり、簡単に言ってしまえば、うなぎのあっさりしたのと言えば、わかりやすいんですけどね。何でも、魚は何でも取れます。そうそでれすで、か。5月、6月、7月、8月
9月まで、ね、この夏の時期はですね、イカですね、イカがむちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、大好物です。これ、ケンサキイカって言うんですが、我々の方ではマイカって言ってます。ケンサキイカはもう薄くてね、ちょっと肉が薄いんですが、マイカ、我々の言ってるマイカはね、肉も分厚くて、ちょっと太いんですね。ですんでね、このマイカがむちゃくちゃうまいんですよ。これね、まあ、私どものところに、釣り具店さんがあるんですが、まあ、ちょっと有名な釣り具店さんでね、その釣り具店さんに来られる魚釣りの人たちがですね、九州からずっとこの、鳥取県ぐらいまでの人が来られるんですが、この私どもの大田の沖で取れたイカがなぜか一番うまいらしいんですよ。そうですか。嬉しい話ですよね。やっぱり暖流と寒流がミックスしたそのプランテーションができるからでしょうかしら。そうですね、そのプランクトンが多いんで、まあ、うん、多分それが原因だとは思うんですが、とにかくね、私らはここで食べて、私も北海道の方に行ってイカそうめんとか食べたことあるんですが、あれとかと思ったりするんですね。あ、そうなんですか。甘みが全然違うんですね。だから、まあ、その時期なんですけどね、まあ、一度こちらに来られたらね、その時期に来られたらイカを召し上がっていただければと思います、うん、そうなんですか。じゃあ島根県にとって冬は、ま、冬というかな、春先になると海産物の美味しいものがたくさん取れるわけですね。はい、取れますね。これ、まあ、観光地ともなっているでしょうけど、まあ、美味しい海産物求めてお客さんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、他に大田市の姿勢、まあ、これはまあ観光の一つなんですが、他にどういうことが清水さんが帰ってくるまで、当選されるまで知らなかったことはありますか？知らなかったことというか、まあ、どこの自治体も同じなんですけども、まあ、一次産業、うん、農業と林業、水産業ですね、これはまあいいんですけども、この今先ほど申しましたように、世界遺産、国立公園、あ、実はもう一つ忘れてました、日本遺産がですね、22あるんですよ。日本遺産、はい、日本遺産が22認定されてるんですね。あ、世界遺産の他に、ね、さらに日本遺産っていうのがあるんですね。日本遺産があるんです。これがね、また、まあ、他の自治体に比べて異常に多いんですけども、実は我々はね、ここに住んでる人間たちはある程度は知っとるんですよ。で、これをね、私が持ち帰る前から、私は観光業と観光産業として全てそういうものを見ますのでね、見ている時に、なんでこれを生かさないのかなとずっと思ってて、で、まあ、この議員になったので、そこら辺のところを改革できるかということで、1年目はちょうど、まあ、その流れ、市役所とか、まあ、我々議員、あと市民の流れを見ておったんですが、まあ、1年半ぐらいになってくると、やっぱりね、あ、だんだんこう見えてくるんですね。こういうふうにすればこれ変わってくるかなというのがありまして、で、去年の暮れぐらいから、議員はですね、年に4回、まあ、議会がありますので、その時にね、一般質問というのができるんですよ。で、これはね、自分が思ったことを、あるいは市民から聞いたことをですね、議会で登壇してそこで喋るんですね。で、まあ、以前もちょっと観光業についてちょっと喋ったんですが、やっぱりその見えてから喋るのと見えなくて喋るのとやっぱり違うんで、今回私去年の12月に登壇して喋ったんですけども、一応、まあ、観光業の ABC ですね、私がアメリカで働いている時に自分のところに来た新入社員に対して喋ってたことをですね、ある程度ちょっと議員らしくですね、ちょっと喋ったら、意外とですね、
他の議員さんからもね、やっぱり清水さん専門家だねなんて言われてね、よかったですね。この前執行部の人間とちょっとまあ、話す機会があってね、私の耳元までわざわざ来て、前回の、一般質問、清水議員、よかったですねとか言われて、あれだと思って、いいも悪いもね、当たり前のこと喋ってるだけなんだけど、なんでなんだろうみたいなね、だから、やっぱり皆さん、どういうんですかね、観光業というのをしておられた方、もちろん市役所の人も携わってはいるけども、全体的な観光業を言ったのはご存知じゃない、こあれるいはね、議員清水さんさね、ん。きっとね、その場にずっと長年もおられるとね、当たり前のことだから、今更っていうのはあるんじゃないかな。で、そうで清水すさんね。は、外からいきなり飛び込んできて、ここ、こうしよう、あそこ、ああしようって言えるようになったら、みんな、はっと気がついたんでしょうね。多分そういうのがあるんでしょうね。ちょっと何が良かったのかよくわからないですけど、当たり前のこと喋っとって、これ旅行業界の基本 ABC なんだけどなと思いながら、まあ、何がよ、な、え、そう、そうなんですかみたいな、逆に私が驚いて、どこの部分が良かったかって聞かなかったんですけど、まあ、ある程度、今は今の状態でお金をかけなくても、この大田市に、観光産業ですからね。ですんで、お金が落ちるように、できる手段があるんですね。それを今、少しずつ小出しにしていこうかなと思っているんですよ。なるほどね。大田市の歴史の中で観光産業、観光に力を入れようっていう思いは今まであまりなかったわけですね。そうですね。で、そうだと思います。で、まあ、みんなね、まあ、どうだこうだとは言われますけど、バスが少ないとかね、いろんなこと言われますけど、実際に携わられた方がじゃないとわからないことがたくさんあるんですね。だから自分なんかでもバスが着いたらどこにどうなるか、トイレはどこなのかって必ず行くとね、やっぱりこれ職業病ですよね。旅行業界37年もやってるとね、バスを見るだけで見たら、あ、これどこのバスだって言って、あ、広電なら広島電ですね、あ、広電のバスだなって、中までまた見たりするんですよ、お客さんどういう層が乗ってるとか。で、まあ、たまたま観光地に泊まってるとね、まあ、意味もないのに、バスガイドさんとか、運転手と話してね、運転手さんなんかとトイレで一緒になった、次どこ行くんですかって聞いたりしてね。まあ、やらしいってやらしいですよね。あ、今そういうふうに流れてんだとか、何分ぐらい時間取ってるんですかとかこう聞くのも、これも 専門家じゃないとそんなに聞かないですから。そうですね、清水さん、本当にね、そういう意味では長年大田市の、まあ、観光とか世界中の人、日本中の人にも来て遊びに来てもらいたいって言われなかったんで、本当に清水さんが帰られて、あ、よかったな、今お話を伺ってね、そう思いました。ちょっとコマーシャルに入りますので、コマーシャルの後またよろしくお願いいたします。清水さんね、コマーシャルの前で、まあ、島根県の大田市のちょっとした観光事業、観光のことについて、なんか楽しくてしょうがないんですけれども、水産業の他の、石見銀山一番有名ですけれども、まあ、水産業、おいしい海産物ですね、海の幸、そして山の幸、例えばなんか林業も結構大田市は盛んのようですけれども、その林業の話、林の話、樹木の話、話していただけますか。あ、林業ですか。はい。林業がね、世界にですね、今現存する木がね、3本しかない松があるんですよ。これね、鎧松って言ってね、これはね、ここ大田市にね、3本しかないんですよ。で、大田市しかないんです。で、パッと見ね、なんか虫に食われたんじゃないかなと思うんですけども、実は鎧松って言って、松の、いろいろ皮がありますよね。それがね、鎧のようにでかくてね、ものすごい、見たらすぐは真っ赤なね、松なんですよ。
それ何？赤3本しか残ってないっていうことです松。もう3本か？しかないんです。といこうことれ、は、あとのは全滅しちゃったっていうこと？全滅しちゃったみたいですあね。らまあ、これ、らら。林業の、私も林友会というのにね、先輩にね、無理やり入れさせられましてね、お前これに入れと、お前議員だから入れとかって、なんかよくわからないですけど、まあ、そういうのも、まあ、面白いんですけどね、入らせていただいて、そしたら、その世界に3本しかない、鎧松ってあるんですよ。これはね、私も驚きました、こんな松があるのって。で、彼らは山ずっと歩いとるんでね、見つけてびっくりしたらしいんで、これ、病気じゃないかっつって。で、こうやってると、病気じゃなかったわけですね。まあ、現存する鎧松という、なんか文献にもあるらしいんですよ。それがまだあったと。まだ残っていたということで。世界中3本し3か本です、残って3ない。本です。はい。その3本がわ全からないです部。よ。多分世界中って、まあ、ここしかないから、日本でこの3本しかないから、多分世界にもないと思うんですけど、まあ、日本はね、松が盛んなので、で、日本はね、もう全然山の中で、今度見に行かせてくださいよって、よ、行こう行こうって言っとるんですけど、まだその2本は見てない、1本だけはね、意外と、街の中にあって、で、その1本に関してはね、実はまだ発覚してないんですよ、赤松ではないと、で、これ、おそらくもう少し経つと、鎧松になるぞという松なんですけど、ね、見たらすぐ分かります。ということは、非鎧常に。松は赤松から進化して鎧松になるんですか？よそうくじゃわない。からんです。それもよくわからないです。そんな松があるんですよ。で、こんなの、とか言って、本当観光地になってもおかしくないような松なんですけど、まあ、皆さんは、林友会は、こっそり育てないといけないから、こんな、いろんな人が来ちゃったら、枯れちゃまずいからって言ってましたけどね、まだまだ完全に育つまで置いとこうよって。言ってて、まあ、子供が、で、まあ、その話によると、その周りに子供がちょっといるらしくて、ちょっと保存しようって言ってましたけど、まあ、なんか特殊なところなんですね、要するにあったかいのと、寒いところとあったかい地方のちょうど真ん中ぐらいで、こう、この辺がいろんな気候体系もあるので、そういうのができるんじゃないかなと思うんですね。周囲さん、松のほかに、確かに島根県全体、まあ、大田市もそうでしょうけれども、樹木の多いことに私、びっくりしておりますけれども。まあ、まあ、この辺は緑、山しかないですからね、ちょっと神秘的では神秘的ですよね。今ね、おっしゃったその神秘的もの、私、一度お邪魔しましてですね、なんとなく樹木と樹木の間に神様がいっぱい宿ってって言っていいんですか？じーっとこっちを見てるような気がしてならないんですけれども、畏敬の念が起きますね、自然に対する。まあ、自然を大切にするっつうのが、まあ、もともと日本人の心ですからね。まあ、それで、神楽じゃないですけども、神秘的なところで、まあ、神楽も舞うわけですね。で、まあ、そういうところでも山とは、まあ、やっぱ、まあ、非常に密接な関係のあるその神楽なんかも、まあ、見ていただければいいんですけども、誰が見られても、いいって言われますね、石見神楽はね、石見神楽です、石見神楽、おろしが出てくるんですけど、その清水さん、その今おっしゃられた島根県の中の大田市、石見神楽っていうんですか、そういうすごく今の時代から見て、なんと珍しい、なんと神秘的な、そういうことは長年知られていないって、すごく残念だなと思っております。私もずっとここから市外に出てずっと生活しておって、45年ぶりに、まあ、帰ってきたわけですけど。45年かな、はい、ちょっとどんな、あれですけど、帰ってきて、その間ね、やっぱり帰ってくると、神楽、これは観光産業になるから、やったらいいんじゃないかなって、何度かこう言ったことあるんですけども、なんせこれはね、神楽はやっぱり、
どういうかな、産業にしてお金儲けするものではないですから、神事ですからね。ですんで、皆さんはあんまり嫌ってましたね。で、我々の方がその発祥の地である大田市がね、やめようということで、そんな雰囲気があったんですけども、隣の隣の町、同じ石見地方の他の市、浜田市なんかは、もう石見神楽をやろうと若者が立ち上がって、すごくやっとるんですよ。で、それを見て、我々の市も、やっぱりこのままだったら廃れるんで、ちょっともう少し広めようということで、今、少しずつ出てきてますね。で、昔はね、我々小さい時、私なんかは小さい時はずっと見とるんで、ただで、無料で、年に3回ぐらい、夏、秋、春の祭りですね。で、必ずその石見神楽、大和のおろしが出てきて、口から火吐いてね、吐くんですけども、そういうの、普通にただで見とったんですね。で、誰が待っとるんだろうと思ってたんです。昔はそういう舞う人たちはずっと先祖代々決まっておって、私がそこに入らせてくれって言っても一応無理なんですね。無理だったんです。で、今はもう舞う人がおらんので、もう誰でもいいから、もう好きな人来たら来てください、ウェルカムで今やって、今保存ができている状態ですね、それ清水さん何年前から続いて来られたんですか、この何年前でしょうね。これ、古代史の勉強をしていくと、大和のオロチがうんぬんというのは、おそらく2400年ぐらい前からはないでしょうから、この舞があったのはいつからは分からないですね。でも、もう室町あたりからあったんじゃないですかね。だからそうですよね。大体踊りとか、そういう村の踊りっていうのは、もう先祖代々何百代前から続いてるものですからね。書類によればね、出雲があって、その出雲神楽、出雲の巫女さんたちの舞があると。それが石見神楽になったとかっていう、そういう書いてあって、私もそれを信じておったんですが、私がこちらに来て古代史の専門家とお話をしておるとですね、どうやら我々が先でですね、出雲が後なんですね。だからちょっといろんなものも出てきておりますんで、今ね、だからその辺のところはね、まだまだ調べる価値があります。で、もしそれが完全に、昔の話なんでね、どっちが正しいかは分かりませんが、そういうストーリーができれば、ちょっとこれもまた観光産業になるんじゃないかなと私は思っとるんですね。ですんで、いかようにも、昔の話ですからね、できるので、ただかなり信憑性があるんですね。ですので、そういう土地柄、そういう土地の名前もありますし、だから本当に自分はここの大田市というのは、なんかいろんなものがあるなと、小さい時は全くそういう教育もされてないので、育ってきて海外に行って日本とは何ぞやって考えた時に、古代史を勉強すると島根県出雲あたりが出てきて、今度出雲から故郷の島根県大田市に帰ってきたら、その出雲の前に、なんだらこの、ここにはすごいものがあったんじゃないかと、で、我々の言葉でね、こら大田はやれんなー言って、すごい方言ですね、方言でね、やれんなー言ってね、やれんだがって、そのやれんなーってのは、えらいこっちゃ大変だっていうこと、とんでもない、もあるし、すごいということもあるんですね。超ってよく言うじゃないですか。それと一緒ですね。はい、超すごいな、超悪いなというのもあるだろうし、やれんなー言うとこう言うんですけどね。かわいいですね、言葉。なんだかよくわからんけど、いや、なんでもいいから、もうみんな、そういう人はみんなやれんな、やれんなって、どこ行っても聞くんですよ。あ、そうなの。へえ、面白い。でも、いいか。イカがいっぱい取れたねってやれんなーって言うんですよ。いいも悪いも全部やれんなーっていうわけね。やれんで済ましてしまう感じですね。気持ちの表現でしょうね。そうですね。
そうですか。まあだけどなんか大出してまだまだこれから発掘しなければいけないものがいっぱいあるような気がしますけれども、まあ歴史が一番楽しいですね、やっぱりね。今からね、観光産業に関してこれからまだまだ伸びしろがむちゃくちゃありますんで、まあ、それを今の状態でもありますのでね、もっともっと伸ばそうかなと思っておりますね。世界中の人々がですね、これだけ本当に日本へこれでもかってやってきてますよね。これはやっぱり日本に憧れて、日本の何かをこう求めたい、その人類、世界中の人々がどっかにあるからやってくるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう。そうですね、まあ、それで来ていただければ、本来の日本人の姿というか、昔、こういうふうに人間が生きていたというようなのを実体験できるんじゃないかなと思いますね、また、どういうかな、アフリカとかそういうところとはちょっと別な感覚でね、味わえるんじゃないかなと思います。まあよその国は自然とかいろいろ、まあ、おいしいものとかあるんですけれども、でも日本は何かそれを超えたもっと何かがある、それを感じるものしかないっていうのがあるからでしょうね。ありがとうございます。とにかく皆さん、もし日本に帰られましたら、島根県大田市ですね、ぜひ来ていただければと思うんですね。はい、清水さんは案内してくださるんですね。視聴者の皆さん、島根行かれましたら、島根の大田市行かれましたら、ぜひ清水さんを訪ねてみてください。あっちこっち案内してくださるそうおで待ちす。しております。はい、ありがとうございます。清水さん、来週またもう一度お話を伺いたいと思いますので、今週はどうもありがとうございました。ありがとうございます。